こんにちは、ひろさんチャンネルのひろきです。本日は一次面接受かる人落ちる人、これを完全再現しました。私が受かる人のパターン、落ちる人のパターンを就活生役になって話してます。なのでこの動画見ていただければ、受かる人落ちる人の違いっていうのを明確に把握することができるので、それを見ることによって自分自身の就職活動に活かしていただければと思います。それではまず一つ目の質問からいきます。自己紹介で落ちる人受かる人。〇〇大学〇〇学部から来ました、岡本博樹と申します。私の軸は笑顔、感謝、幸せです。私のキャッチコピーは虹色の赤ちゃんです。よろしくお願いします。本日はお忙しいところ貴重なお時間いただきましてありがとうございます。〇〇大学〇〇学部から来ました岡本博樹と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。学生時代には〇〇に力を入れてきまして、〇〇という結果を出すことができました。良い内容としては1分以内のシンプルな内容がおすすめです。また面接で深掘りしてほしい部分を1つ2つ伝えておくと、面接の方向性をコントロールできるのでおすすめです。落ちる回答のポイントとしては、抽象度が高すぎて何が言いたいのかよくわからない、こうなってしまうと魅力が伝わらないので要注意です。続いては弱みを教えてください。この質問に対する落ちる人受かる人。私の短所は緊張してしまうと頭が真っ白になってしまうことです。就職活動でも面接で緊張しすぎてしまって、途中で何も言えなくなってしまって、今まで一社も通過していません。私の弱みは少し慎重すぎるという点になります。しっかりとうまく物事を進めたいという思いから一歩目踏み出すのが少し遅くなる傾向がありました。そういった点を解消するために、現在ではいつまでにどういう状況にならなきゃいけないのかという期限と成果、何を出すのか逆算して行動に移すようにすることで短所を克服しようと取り組んでおります。受かる人はその弱みを言った後にしっかりそれをどうカバーしているのかというところまで伝えています。一方でその短所が致命的すぎる、仕事に支障をきたすなと、そう感じられるような内容だとお見送りになってしまうので、どの短所を伝えるのかというのはしっかりと考えて選ぶようにしましょう。続いては周りからどんな人と言われますかという質問に対する落ちる人受かる人。はい、そうですね、私は周りから結構頑固だねって言われることが多いですね。こう一度これだってなったら周りから言われてもあんまり聞かないので、頑固だと言われることが多いです。私は周りから目標達成に向けて本気で努力できる人だなというふうに思われていると思います。例えばアルバイトでの経験なんですが、店舗の売り上げがコロナの影響もあってすごく下がってた時に、そこをどうにか変えていきたい、達成したいという思いがすごく強かったので、そこをみんなでやろうよというふうに発信して、その達成するための行動というところも誰よりもやりきって結果につなげていった経験があります。そういったところから周りからはやると決めたことを本当に努力してやりきる人だなというふうに思われていると思います。受かる人の回答はその内容が自己 PR になっている、アピールした内容になっているというところがポイントです。落ちる人はシンプルに何を言われるかなと考えて答えちゃっているというところがポイントで、この質問は自己 PR の言い換え質問だと思って回答すると良いでしょう。続いては就職活動の軸は何ですかに対する落ちる人受かる人。私の就職活動の軸は食品を通じて人に幸せを届けることです。今まで居酒屋でのアルバイトでその食品を通じて人が笑顔になるということを見てきて、本当にやりがいを感じていました。そのため食品業界で働いてより多くの人を笑顔にしたい、幸せにしたい、そのように考えております。私の就職活動の軸は人の役に立てることを仕事にしたいと思っています。また他にもチームワークを重視して働きたいと思っているので、そのようなチームで働くことを大事にしている、そんな会社で働きたいと思っています。私の就職活動の軸は法人営業に挑戦できるという点と、医療業界で働いていきたい、この2点を就職活動の軸としております。受かる人は企業が聞いた時に、たくさん企業がある中でこの範囲に入ってるからうちを受けてるんだな、それが伝わるような内容になってます。一方で落ちる人は抽象度が高くて、それってどこの会社にも当てはまるよな、そうなってしまうと落ちてしまうので要注意です。続いては挫折経験は何ですかの質問で落ちる人受かる人。私の挫折経験は小学校の頃から飼ってた大好きだった犬との別れです。本当に悲しくて毎日ずっと泣いてました。私の挫折経験は接客でのアルバイトをしてて
お客様からクレームをいただいたことです。商品の提供が遅いんじゃないかとご指摘いただきまして、すごく一生懸命やってたのにそう言われてショックを受けてしまいました。私の挫折経験は、営業の長期インターンの経験の時に最初の3ヶ月間売り上げが出せずに10人中ビリの成績を取ってしまっていたというのが挫折経験になります。私としてはコミュニケーションというところにすごく自信を持っていたので、営業やってもちゃんと成果出せるんじゃないかな、そう思って取り組んだんですが、結果的にビリの成績を取るというところで、自分は営業向いてないんじゃないかな、やめた方がいいんじゃないかなという、そういうところをすごく感じて悩んでいました。ですが、一度始めたからにはこのビリの状態で終わるわけにはいかない、絶対に成果を出して1になりたい、そう思って今まで取り組んできました。挫折経験の質問で面接官が見ていることは、この人は仕事で壁にぶつかった時にそれをどうにか試行錯誤して乗り越えることができる人なのかな、これを判断したくて聞いてます。なので回答のポイントとしては、しっかり壁を乗り越えて成果を収めてるよという風な話を伝えることが重要です。良くない回答パターンとしては、あ、まあ確かにそれは挫折経験なんだけど、まあ仕方ないよねとか、どうしようもないことだな、そうなってしまうと面接官の意図とは違う回答になるのでご注意ください。またよくある NG パターンとしてあるのが、それって挫折経験じゃなくないみたいな軽めのこと、例えば先ほどの NG 例でいくと、接客しててクレームを1回もらいました、クレームぐらいそれはもらうよなっていうことで挫折感を感じてしまうってなると、仕事でほんのちょっとしたことでも折れてしまいそうな人かもな、それってちょっと弱い気がするなみたいになってしまうと、それもまたマイナスの評価になるのでご注意ください。続いては、他社の選考状況を教えてください。この質問に対する落ちる人、受かる人。他社の選考状況ですが、食品業界の営業職や介護業界の介護職や IT 業界のエンジニア職などいろいろな仕事を現在受けております。他社の選考状況といたしましては、私の就職活動の軸である〇〇という点を重視して考えておりまして、そこに重なるような業界会社で〇〇社、〇〇社などの選考を現在進んでいる状況になります。この質問の回答では、しっかりと軸に沿っている企業を受けているな、こう思われる回答をしていれば OK です。一方で NG 回答としましては、なんかそれめちゃくちゃバラバラなとこ受けてて一貫性ないなってことは、今まで面接で言ってたうちに対する話もなんかその場しのぎで言ってるだけであんまり本気じゃないのかな、こう思われてしまうような回答にならないように注意しましょう。苦手なタイプの人はどんな人ですか。この質問で落ちる人、受かる人。私が苦手なタイプは怒りっぽい人が嫌ですね。やっぱりそういう人とは一緒に働きたくないと思います。私が苦手だなと思う方は、チームで取り組んでいる時にネガティブな発言が多い方がちょっと苦手だなというふうに思います。そういった方がいた時には、結構多くの場合で自分が認められていないとか、うまくいくか不安だからネガティブな発言をしてしまっているみたいな方が多いことを今までの経験の中で感じているので、その方がそのチームに安心して参加できるように、まず個人的な関係性というのをコミュニケーションを取りながら深くしていったりとか、でその深くしていった後であれば、ちょっとコミュニケーションスタイルが良くないなっていう時に対して、後でちょっとああいう時こういう言い方した方がみんなにうまく伝わっていいんじゃないかなみたいなアドバイスをすることによって、どうにかそういった方もチームに馴染んでいけるように心がけております。この質問の意図は、チームのメンバーや顧客の中に苦手なタイプの人がいたとしても、それでもしっかりうまくやっていける人かなというところが見られています。なので、こんな人が苦手でもこういう風にうまくやるようにしてるよ、そこまでワンセットで伝えると良いでしょう。続いては、入社後にやりたいことは何ですかという質問に対する落ちる回答、受かる回答。私が入社後にやりたいことは、最初は接客の仕事から入ると思うんですが、その後にはやっぱり人事になりたいと思ってます。なので本社に移動して人事として一緒に働く人を採用していきたい、そのように思ってます。私が御社に入ってやりたいことは、営業としてトップセールスになること、これをやり遂げていきたいと思っています。御社の営業では〇〇という商材を取り扱うので、お客様から購入していただくためには〇〇ということが非常に大切になると思っています。それがしっかりと実現できるような営業になるために、〇〇ということを日々努力して結果を出していきたいと思っています。この質問でのポイントは、入社後に実際に配属されて任される仕事の方向性に沿っているかどうかというところが重要になります。なので営業で採用されるのであれば、営業職としてのキャリアの延長線上で伝えていくことが重要になります。一方で落ちる回答としては、実際に仕事で頑張ったとしても、なかなか配属可能性が低い仕事をやりたいですと言ってしまうと、そうなってしまうとなかなかうちに入ってからミスマッチになる
かもなと思われてしまいがちです。例えば接客系の仕事であればほとんどの人は本社の仕事をやることはなくて店長までのキャリアであることが一般的です。なのでそこに対して本社勤務のこの仕事がやりたいですみたいな形になるとミスマッチになりやすいのでご注意ください。そして最後は最後に何か質問はありますかという逆質問での落ちる回答受かる回答。本社について事前にいろいろ調べてきましたし面接を通じていろいろ教えてもらったので逆質問はありません。御社の仕事のやりがいを教えてください。御社の福利厚生やワークライフバランスについて詳しく教えてください。私が思う御社で活躍するために必要なことは何々ということが非常に大切になるんじゃないかなというふうに思っているんですが、〇〇さんがお考えになる御社で活躍するために必要なこと、もしよければ教えてください。逆質問では相手が答えやすいように自分なりの仮説を伝えた上でどうですか、こういうふうなワンセットで質問すると良いでしょう。良くないパターンとして質問をしないという形になるとうちの会社にあまり興味ないのかなというふうに思われてしまうことがあるので、しっかり調べていたとしても3つか4つくらいは質問すると良いでしょう。以上が一次面接で受かる人落ちる人の解説になります。この動画を見てあ自分やっちゃってたなと思った方はぜひ次の面接から修正することによって合格を勝ち取っていただければと思います。この動画が参考になるなと思っていただけたら高評価とチャンネル登録していただければ嬉しいです。皆さんの就職活動が成功することを心より応援しています。最後まで見ていただきありがとうございました。